はい、どうもジョニーでーす。さあ、ということで今回のテーマはこちら、時給の高いバイトランキングベスト10。はい、ということでね、やっていきたいと思います。生活費の足しや小遣い稼ぎ、目的は人それぞれですが、バイトで稼ぐって手っ取り早くていいですよね。副業のように自分のペースで好きなことをして稼ぐというわけにはいきませんが、やれば必ず稼げるのがバイトの強み。どうせやるなら1円でも時給の高いバイトがいいですよね。もちろんただランキングを見ていくだけではなく、仕事内容、メリット、デメリットも合わせてご説明していきます。また今回は時給の高いバイトの中で特に人気になっているものや話題になっているものを絞ったランキングにしてありますので、まあ、上位になるほど単純に時給が上がるという形にはしていません。新卒社会人から60代、いや70代の方まで役立つ内容になっていますので、ぜひとも最後までご覧ください。それではいきましょう。第10位、塾講師。時給相場2500円。時給高いイメージありますよね。仕事内容、大学生向けのアルバイトです。大勢の生徒の前で授業を行う集団型のバイトと、1人または2人に教える個別指導に大別されますが、時給が高いのは集団塾で2500円前後が相場のようです。家庭教師だと生徒さんの家に移動する時間がかかってしまいますが、塾でのバイトはその点コスパがいいと言えます。メリット、子供が好き、教えるのが好きという人にとっては時間を忘れて夢中になれる仕事です。教え方が良ければ生徒から尊敬され、保護者からは感謝される。なかなか出会えないやりがいのある仕事と言えるでしょう。デメリット、確かに時給は高いですが、授業準備にかかる時間に対して賃金が発生するわけではないので、不得意な科目を任されたり、そもそも勉強が苦手という人には準備がかなりかかってしまいます。時給だけを目当てにやろうとするとコスパが悪いかもしれません。また大勢の前で分かりやすく説明するというのは完全に適性がものを言う分野ですので、そういったことが苦手な人には向いていません。まあ、仕事全般に言えることですが、お金最優先で選ぶのはやめといた方が無難ですね。第9位、居酒屋店員。いらっしゃい。時給相場1200円。ザ定番、説明いらないでしょ。仕事内容、居酒屋のアルバイトにはホールとキッチンがあります。他の飲食系より高時給で、特に繁華街だとさらに高時給になります。22時以降まで勤務する場合は深夜割増が発生するので、稼ぎたい人にはもってこいです。確かに深夜割増は稼ぎたい人にとっては重要ですね。基本時給の 25% アップなんで、仮に時給1000円の場合は1250円。かなりいいっすね。ちなみに深夜割増の対象は22時から翌朝5時までとなっています。メリット、まかないが出ます。まあ、従業員用の食事ってことですよね。これがありがたいんですよ。しかも飲食店なんで基本美味しいです。デメリット、空腹時にバイトに入ってしまうと美味しそうな料理を運ぶのにかなり辛いですね。また洗い物の量半端ないです。実はジョニーも昔やったことがあるんですが、もう漫画みたいな量のね、洗い物があります。そしてこの仕事と切り離せないのが酔っ払いの相手。当然絡んでくるお客さんいないわけないからね。あとやっぱり汚された場合の掃除ね、あえて言いませんがね、まあ想像つきますよね。第8位、リゾートバイト。時給相場1300円から1500円。昔からありますよね。楽しそう。仕事内容、休暇の時期に住み込みで宿泊施設や海の家、スキー場などのレストランやフロントで働きます。レストランは会場の設備を整えてバイキング形式の料理、食事の補充や片付けなどを行います。フロントはチェックインチェックアウトや館内の説明、閉館作業などです。メリット、一定期間集中して働くことで短期間でまとまったお金を稼ぐことが可能になります。また料費、水道光熱費、食費などの生活費は基本的に勤務先が負担してくれるほか、お金を使う機会も限られているため、お金を貯めやすいのもリゾートバイトの大きなメリットと言えるでしょう。また空き時間にリゾート地を楽しむことも可能です。デメリット、いざリゾート地に来てみたものの気候環境が合わないケースも考えられます。リゾートバイトは簡単に辞められないため、自分に合った環境のバイト先を選ぶことが大切です。まあ地方とかまで行ってますからね。普通のバイトと比較し勤務時間が長めのところが多くなってきます。住み込みなんで単身乗り込むってのは少々度胸がいるかもしれませんね。他の人とすぐ友達になれるみたいな人は楽しめそうです。第7位、プログラマー。時給相場1500円から2000円となっています。時代の先端かっこいい。仕事内容、プログラマーとはプログラミング言語やソフトウェア開発ツールなどを用いてコンピュータープログラムを作成修正する技術者のことです。プログラマーというと一人で黙々と作業する職業というイメージを持っている人も多いと思いますが、実際にはチームメンバーや SE、
顧客などコミュニケーションを重ねながら業務を進めていく仕事になっています。メリット、専門学校で覚えましたという場合や、趣味で多くのプログラムを作りましたというより、実際にプログラマーのバイト経験がありますという方が採用には有利になります。アルバイト経験で身につけることのできる知識スキルは非常に多いからです。デメリット、プログラマーは一般的に激務であり、納期直前や大きなバグが見つかった場合には連日終電帰りや徹夜になることも珍しくありません。一日中パソコンの前で仕事をすることになるので、やはり向き不向きが大きい分野です。気軽にはできなそうだね。第6位、墓参り代行。時給相場2000円。って思う方多いと思うんですけど、ここだけの話、今注目されてるビジネスです。仕事内容、墓参り代行とは自分や家族の代わりにお墓参りに行ってもらうサービスです。お墓参りだけでなく、お墓の掃除とお供え物などもお願いできます。お墓が遠方にあり、なかなか行けない事情がある方が主に利用しています。メリット、お墓は山の上や丘陵地にあることが多く、そこまで行くのが大変というお年寄りから感謝されるビジネスです。またお墓参りは大体のシーズンは決まっていますが、同時に急いで行ってくれっていう人はね、少ないので、いついつまでといったゆるい期限を決めた依頼が多くなるようです。そのためフレキシブルに予定を組めるので、スケジュールを組みやすくなります。デメリット、仕事はお彼岸やお盆などの墓参りシーズンに集中しており、それ以外はあまり仕事がありません。タクシー会社が参入したり、個人的に副業をやっている人も多く、アルバイトの募集は少ないのが現実。ただ需要の増加は見込めるので、今後アルバイト募集も増えていくと予想されています。仕事柄厳格な作業が求められているので、いい加減だったり気軽に考えている人には向いていません。確かに心を込めてやる仕事ですよね。第5位、パチンコ店員。時給相場1300円。どこにでもあるし、時給高いイメージ確かにありますね。仕事内容、灰皿の交換、景品の受け渡し、清掃、接客がメインの業務になります。意外に力仕事はほとんどありません。最近では全面禁煙のお店が中心となり、副流煙を気にせず働ける環境が多いようです。メリット、時給が高い。基本時給が高いので、夜10時以降の深夜割増や8時間以上働く場合の時間外割増で 25% アップになるとかなりお得です。通常シフトは早晩遅晩の2交代制で、勤務時間の自由度が高くなります。また意外と知られていませんが、パチンコ店の多くは食堂があり、まかないを出してくれるので食費が浮きます。寮も完備している場合が多いので、住み込みになれば家賃も食費も浮き、短期間でお金を貯めることも可能になります。デメリット、ドル箱、あのパチンコの玉をね、大量に入れるあの箱ですよね、それを運ぶので腰を痛めることがあるんで注意が必要です。あと店内はとにかくうるさいです。パチンコ台の音量、玉循環のシステムにより玉の音が半端ないです。またそんな中で働くスタッフは互いの声が聞こえないので、仕事中はインカム、まあ耳につけるやつですね、でやり取りをしますが、これまた結構な音量になっていることが普通です。そして何よりお客さんはギャンブルをしているため、負けると八つ当たりされることもあります。第4位、試験バイト。こちら時給ではなく日給がメインになります。仕事内容、試験とは製薬会社が新薬を販売するにあたって、新薬の効き目や安全性について確認するために厚生労働省の指導のもとに実施している臨床試験のことです。この試験がなければ薬が世に出回ることもないわけですから、社会貢献につながります。メリット、シンプルに報酬が高額です。通院タイプの治験は採血やパッチテストのような簡単な検査が中心で1回7000円程度。入院タイプの治験は1泊1万から2万が相場で、1ヶ月入院した場合は30から60万の協力費が支払われます。60万か。60万。デメリット、起床時間、食事時間、就寝時間など厳格に管理された生活を送ることになるため、ストレスを感じる人もいるかもしれません。医師がすぐ近くにいる環境なのは安心ですが、副作用が全くないとは言い切れない点もデメリットになると言えます。なるほどね、ストレスを感じやすい人とか心配性な人にはちょっと厳しそうですね。第3位、夜間警備員。日給メインで1万から2万と幅広めです。仕事内容、高級マンションや商業施設の警備室内で監視カメラでの館内監視や館内巡回が主な業務になります。モニターに映っている様子におかしいことはないかを見るだけ。もちろん座っているだけでなく見回りもありますので、気分転換も可能です。メリット、こちらもシンプルに給料が高いです。
2級2万円というケースも珍しくはなく、実際に求人サイトで検索すればすぐに見つかると思います。シフトは週2程度から OK なものが多く、土日だけなど比較的自分の都合に合わせやすいです。また意外と楽な業務も多く、ただモニターを見る、館内を巡回するといった仕事だけということもあります。実際にやってる人はあまり口には出しませんが、こんな楽なのに高待遇で正直びっくりというケースが多いようです。デメリット、日給が高いほど拘束時間が長くなります。日給2万円クラスは24時間拘束を覚悟した方が良いでしょう。ただしその場合は休憩と称して睡眠時間も確保されていますので、辛いと感じるかは人によります。夜間の業務になるので生活が不規則になりやすく、いざという時は不審者の対応をすることになるので、事故やトラブルに巻き込まれる可能性があるのは否めません。まあ何でもない時は常にいて、いざって時にね、さっと逃げてたら受けますよね。この辺は覚悟が必要そうです。第2位、フォークリフトオペレーター。時給相場1300円から1500円。定番かつ手堅いやつですね。仕事内容、フォークリフトは工場や物流倉庫、港や貨物ターミナルなど、いろいろな場所で重い荷物の運搬をするのに使われます。その操作をするのがフォークリフトオペレーター。活躍の場は無数にある。中高年になってもできる仕事ですので、取得費用を考えても十分コスパがいいと言えるでしょう。メリット、フォークリフトの運転技術はニーズが高く、物流業や倉庫業、青果市場や工場など多岐にわたります。日本中どこでも仕事がありますので、一度フォークリフトの運転技術を身につければキャリアを生かして長く働くということが可能になります。デメリット、免許が必要で取得費用は 3,4 万円が相場です。フォークリフトのバイトは経験者優遇が多く、実務経験がない場合すぐに操作に関われないことがあります。その場合は焦らず休憩時間などを使って少しずつフォークリフトの練習をさせてもらいましょう。言うまでもなく倉庫内で重量のある荷物を運び回る仕事なので、危険はつきもの。常に集中力を維持し安全確認をし続ける必要があります。実はね、ジョニーも昔このバイトやったことあるんですが、運転はすぐにできるようになりましたし、楽しかったですよね。ただしやっぱり危険はつきもので、倉庫内でこうフォークリフトに乗って動き回ってる時に、ちょっとこう方向転換する時にですね、棚から飛び出してた釘に、釘がお尻に刺さってすぐ病院行ったっていうね、そういう記憶があります。やるときは気をつけてください。第1位、ガソリンスタンド夜間監視員。時給相場1500円。仕事内容、ガソリンスタンドの夜勤をするにあたって、これといって必要な特別な資格はなく、未経験からでも始められるところが多いのですが、店舗によって普通自動車免許の所持を必須条件にしているガソリンスタンドもあります。通称オツ4と呼ばれる危険物取扱者オツ種4類という資格を取得していると、時給が上がる夜勤のシフトに入りやすくなるなどの優遇をされることもあります。メリット、同じ勤務時間でも深夜割増によって夜勤の方が日勤に比べて多くの給料をもらうことができます。日勤に比べて忙しさはなく、かなりゆったりと働けるのが夜勤バイトの特徴です。また夜勤シフトに入るスタッフは1人もしくは2人の場合が多いので、コミュニケーションをとってチームで動くというよりも単独での業務が多くなります。デメリット、深夜に働くので昼夜逆転の生活になりやすく、健康面で不安定になる場合もあります。昼夜逆転になれない方は体力的にきついと感じることもあるかと思います。1人でシフトに入る場合は他に頼れる人がいないため、クレームを入れられたり事故が起こったりした時は1人で対処しなくてはなりません。というわけでベスト10見てきましたが、いかがでしたでしょうか。今回は時給の高いバイトというテーマで見てきましたが、気になるものがあったら早速調べてみましょう。失業、リストラ、会社の倒産、今の仕事がどうなるかわからない時代、バイトとはいえ誰でもできる仕事より、経験を積むことによってスキルの高まるバイトをしておく方がいいかもしれませんね。いずれも仕事に困らず、そこそこの時給で働ける確率を上げときましょう。また免許資格がないとできない仕事は誰でも応募できない分、ライバルが少なく、持っていれば採用されやすいということなので、高い時給が見込めるなら多少の時間とお金をかける価値はあるかもしれません。あと時給アップの簡単な方法として、深夜割増は覚えておきましょう。ジョニー TV では勉強仕事というテーマで役立つ情報を分かりやすくお伝えしていきますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日よりハッピーな明日へ。 See you!